暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょう。キリスト教にはクリスマスというイエスの誕生を祝う祝日と、もう一つ復活祭という大きな祝日があります。復活祭は十字架の上でキリストが私たちの罪の贖いのために死んで、予言の通りに3日後に復活したことを祝う日です。そしてアダムとエワが神に対して犯した罪のためにこの世に入った死に打ち勝って死を征服したことを祝う祝日でもございます。クリスマスは12月の25日と日が決まっておりますけれども、復活祭は毎年違います。なぜかというと、この日は春分の日の次に来る満月、その後の日曜日ということに決まっているからで、だいたい毎年3月の20日頃から4月の20日頃の間に復活祭が祝日として祝われます。私はキリストの復活について非常に心を打たれるのは、傷を残したままで復活していらっしゃるという事実です。十字架上で受けた傷、それは屈辱の印であり敗北の印であり、耐え難い苦しみを与えたものであったにもかかわらず、キリストが復活をした時にその傷をそのまま残し、それのみならずご自分のアイデンティティとして私だ、その証拠にこの手足の傷、脇腹の傷を見てごらんと言っていらっしゃいます。もちろん見なくては信じることができなかった、信じることの薄かった弟子たちのために傷を残しになったということも言えるかもしれませんが、私はイエス様の愛をこの傷を残しになったことに見るように思います。それは体にも心にも一生の間傷を受けなければ生きていけない私たち、その私たちに傷というものは 100% 悪いものでないこと、傷は恥じないでいいこと、そして傷跡を堂々と見せて生きてもいいのだということを教えてくださっていると思うんです。群馬県に星野富弘美術館というのがございます。星野さんは大学を卒業して体育の教師として中学校に赴任し、クラブ活動の指導をしている時に誤って大怪我をして手足の自由を失いました。9年間入院をしていて、その間にクリスチャンにおなりになり、やがて人の心を打つ詩をお作りになって、口に筆を加えながら素晴らしい詩と絵を描いていらっしゃいます。この方が30歳の時、1976年だったと思いますが、次のような詩をお書きになりました。私は傷を持っている、でもその傷のところからあなたの優しさが染みてくる。傷口ですから
もちろん痛みも染みてまいります。しかしながら、もしその傷口がなかったら、染みてくるはずもなかった神様のお優しさ、人様の優しさが、その傷が開いたがゆえに染みてきたという詩です。これも傷が 100% 悪いものでないこと、そして傷を恥じずに堂々と生きている人の姿と言えるでしょう。ヒマラヤに8000メートルを超えたアンナプルナという山があって、世界で最も危険な山の一つと言われております。で、この登頂に1950年にモーリス・エルゾーグという人が成功いたしました。その代わりに、その代償として手足の指を凍傷で失いました。下山してから祝賀パーティーが開かれた時に、おめでとう、でも大変でしたねと声をかけると、エルゾーグは笑顔で、人々は失ったものに目を向けますが、私は得たものに目を向けますと言ったと言われております。これもまた、傷が 100% 悪いものでないこと、傷を認め、傷を持っていながら堂々と生きている人の姿と言っていいかと思います。私たちは朝の祈りの中で、今日一日人の心を傷つけることなく過ごすことができますようにと祈ります。にもかかわらず、なんと自分の言葉や態度で人を傷つけることが多いかと恥じることがあります。そしてまた、人様からも傷つけられることが多いです。キリストは、医者を必要とするのは健康な人ではなくて病人であると言われました。だから、イエス様のところに傷をお見せしに行ったらいいんです。自分でもよう見つめなかった傷口をイエス様は洗って、手当てをして、包帯を巻いてくださいます。そして私たちは、今度は自分で自分の傷を見つめ、手当てをし、包帯を巻くことができるようになり、また人様の傷を見つめ、手当てをし、包帯を巻いて差し上げることが徐々にできるようになります。キリストのご生涯は傷だらけの一生でした。お生まれになった時に、この世で一番傷つきやすい緑子の姿でお生まれになり、生きていらっしゃる間、人々からわけもなく誹謗され、中傷を受け、良いことをなすったのに感謝もされず、そして挙句の果てに十字架の上で傷だらけで満身創痍の姿でお亡くなりになりました。私たちも、自分たちがイエス様にお与えした傷にお詫びをし、そして傷というものが自分の生活の中でどういう価値を持っているかということに時折気づいて、そして考えてみることが必要ではないかと思います。キリストの香りというテーマでずっとお話をさせていただきましたけれども、本当にまとまりのない話で申し訳なかったと思います。最後に、私が好きなヘンリー・ニューマンという枢機卿の祈りを唱えて、この会を
終わりにしたいと思います。主よ、光をお与えください。私がどこにいてもあなたの香りを放つことができますように、私をお助けください。私の生活のすべてがひたすらあなたの光を輝かすものとなりますように、私のすべてに染み通り、私を捉え尽くしてください。私が出会うあらゆる人々がその光の中にあなたの見姿を感じることができますように、私の内で輝いてください。主よ、光はすべてあなたからのもの、私からの光などではありません。人々を照らすのはあなたですから、私はただあなたの道具に過ぎません。あなたが人々をこの上なく愛されたように、私が周りの人々を照らすことによってあなたが賛美されますように、言葉ではなく私の生き方、私のあなたへの愛によってあなたをすべての人々に述べ伝えることができますように、私たちも外からつける香りではなく、自分の中から福音として流れるキリストの香りによって人々がキリストを愛することができるような、そういう生活をこれからも送っていきたいと思います。主よ、光をお与えください。私がどこにいてもあなたの香りを放つことができますように、私をお助けください。ヘンリー・ニューマン枢機卿の祈りより。